い、ここで番組からのサプライズ。まだなんかあるの？え、サプライズがね、ありますと。あ、なんか、サプライズがあるんですか？はいはいはい、はい、もう一個もらえるみたいな。はい、そろそろ番組も終わりですが、はい、最後にまたまた番組からふぶちゃんへサプライズでお誕生日プレゼントです。前の時もね、やっていただきましたが、なんと、はい、ふぶちゃんにも、ある方からお祝いメッセージが届いているようです。やご、嬉しくね。どなたからのメッセージなんでしょう。それではちょっと、ふぶちゃん、整えて、もし、気を整えて、気を整えて、どなたからのメッセージなんでしょう。それではお聞きください、どうぞ。はい、ふぶきさん、マリンさん、そしてラジオの皆さん、こんばんきーつねということで、声優の中村ゆちと申します。突然自分みたいなもんからのね、コメントで驚かれたんじゃないかなと思いますけども、今回マリンさんからのご提案でですね、ふぶきちゃんにコメントとかどうという問い合わせいただきましたので、ぜひということでこのメッセージを届けさせていただきました。白上ふぶきさん、お誕生日10月5日ですね、おめでとうございます。はーい、ということでね、年取ったということですけども、まあね、これ年っていうのはね、取るのではなく重ねるものと自分は思っておりましてね、これ自分にもね経験があるんですけど、年を取ったなってよりは、年を重ねたことによってね、いろんなことができるようになった、いろんなことに気づけるようになったと、こう成長なんですわな。ということでね、努力の結実がですね、折り重なって盤石なものになるっていうのをね、ファンの皆さんと一緒に僕自身も楽しみに見させていただきたいと思っております。長くなってないかもしれませんが、長くなりましたんで、改めて白上ふぶきさん、お誕生日おめでとうございますということで、ありがとうございます。中村雄一でした。ということで、なんと声優の中村雄一さんからお祝いメッセージいただきました。ふぶちゃんが今ね、ずっと倒れてますね。顔が真っ赤です。ふぶちゃん倒れてますね。ふぶちゃん、どうでした。ふうちゃんがね、中村雄一さんといえばね、皆さんご存知の通り、ふうちゃんの最推しの声優さんで、東大学の中村雄一さんの声を聞くためだけに見てるまであるから本当に嬉しい。いやでもね、本当に中村雄一さんがいやめっちゃ元気もらってるからめっちゃ嬉しい。メッセージね、ありがたいことに、本当にね、ありがとうございました。中村ゆりさん、ありがとうございます。